宿エリアのおよそ4キロ先から大井松田インターまでの区間で舗装作業を行っており、左側1車線の通行になっています。スピードを控えめに注意して走行してください。続いて、所要時間の情報です。現在、横浜町田インターまで50分ほど、東京インターまで1時間5分ほど、それぞれかかっています。引き続き、名古屋方面へ向かっている方にお知らせします。所要時間の情報です。現在、沼津インターまで30分ほど、静岡インターまで1時間10分ほど、それぞれかかっています。なお、最近、タイヤのバースト、エンジントラブルによる車両火災が多発しています。火災から重大な事故になる恐れもあります。出発前の電源は忘れずにお願いします。新井さんよりお伝えしました。午前4時54分現在の高速道路情報をお知らせします。はじめに東京方面に向かっている方に車線規制の情報です。あすならサービスエリアのおよそ4キロ先から大井松田インターまでの区間で舗装作業を行っており、左側1車線の通行になっています。スピードを控えめに注意して走行してください。続いて、所要時間の情報です。現在、横浜町田インターまで50分ほど、東京インターまで1時間5分ほど、それぞれかかっています。引き続き、名古屋方面へ向かっている方にお知らせします。所要時間の情報です。現在、沼津インターまで30分ほど、静岡インターまで1時間10分ほど、それぞれかかっています。なお、最近、タイヤのバースト、エンジントラブルによる車両火災が多発しています。火災から重大な事故になる恐れもあります。出発前の電源は忘れずにお願いします。ハイウェイラジオ、新井さんよりお伝えしました。